名言の意味を読む俺の曲解シリーズ第6弾です、ね。今回の名言は、どんな人間も自分の思ってる以上のことができる。どんな人間も自分の思ってる以上のことができる。ヘンリー・フォードさんの名言です。 フォードさんはアメリカの、まあ、フォード社を作ったつまり自動車産業の創業者ということで、まあ、大富豪の方ですので、まあ、この言葉に関してはまあ成功法則のようなことも述べているでしょうか、まあ、単純にこの言葉の用意表の意味を取るのであれば、まあ、やっぱり思っていることイメージすることの大切さしかも人間の可能性というのはやっぱり無限大になので実は自分が 100m 走れるよっていうふうに思っていても実はあなたは 120m 走れる能力があるんですよっていうふうに実は思ってる以上のことができるんですよということをこの名言では用意としては述べているのかなというふうに思いますじゃあこの言葉の因意味思いというところはどうなるでしょうか、まあ、私の思うこの言葉の因意味としては つまりイメージできないことは、まあ、当然できないでイメージできないって何なんだってことはもう正直言うと、まあ、理想がないといいましょうか先のことを自分のことすら考えられてない人というふうに言えるのではないかという,ふうに思いますそれは前段のどんな人間というところから考えても実はその人間って結構いるんだと思うんですね そういう人間に対していやちゃんと自分のことを考えなさいよというふうに言っているのではないかとまず自分があってその自分の思いというのを持つそうすることによってどんな人間もその自己実現というところにつながっていくのではないか実際はその自己実現に向かうその思いというのを持っていない人が実はほとんどである ということを、この言葉は、委員意として含んでいるのではないか。だからこそ、まあ、自分の思っている以上のことができるんだよというふうに、オードさんは名言にして表現したのではないかなというふうに思います。以上、今回の名言の委員を読む、俺の曲解シリーズでした。皆さんはこの名言をどう解釈、委員意を受け取ったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。